はい、今日は10月24日、はい、木曜日だね。深海は今日は3件、まあ1件がセミナー、はい、2件が深海ですね。まず1件目がディオニーさん、はい、自然派でございますね。フランス系が今日は出るとか言ってたかな、はい、で、トヨツさんで、最後にドラピエさんですね。テラベルさんの、はい、テラベルさんの、セミナーがございます。その3件ですね。スピーディーに回らないとドラピエに間に合わないという感じでございます。定期対象ね。今日は何が出るのかな。ディオニーさん、レリアムベルテが出るかいあ、すみません。ではでは行ってまいります。あ、これですね。相模屋さんもやってるぜ。相模屋、自然派です。自然派でございますね。では行ってまいります。フランスのブルゴーニュですね、はい、クレマンドブルゴーニュ作り手がセリーヌ・エ・ローラン・トリポスさん、クレマンドブルゴーニュブリュット・ナチュールです、うん、シャルドネ 100% 2016年、あのヴィンテージじゃないんですよ、2016年ヴィンテージも、ね、うまいね、うん、正直クレマンドブルゴーニュの中でも俺指折りにうまいと思うんだよね。ちょっと蜜っぽいような香りじゃないですか、ね、作り手の方はマコン系の人かな。すごいこう果実が豊かな、うん、果実も豊かで、まあ、ビオ独特のこの酸のきちんとした伸びやかな感じ、うん、これはうまいよ。ちょっと苦味もちゃんと複雑で、ね、これ一本飲めますね。これはね、飲んじゃうぜ。飲んじゃったもんね、さっき。あ、お値段言いましたっけ。お値段3700円。3700円でこれでしょ。もうさ、安い変なさ、シャンパンに買える絶対違うよね。これはおすすめです。村民ポイント4.2ぐらいですか。そうだね。いや、なかなかクレマンドブルゴーニュで 4.2 を出すってことはほとんどないから。なかなかないです。シャンパンになるんですよ、まあ、確かにクレマンってなった時にやっぱり3000円前後で収めたいっていうところが皆さんの心理かもしれないんだけど、でもまあこれがさ普通にまあ納品価格で考えた時に 7、まあ、プラス数百円って考えたらこっちが絶対にお得かなっていうふうに思います。ぜひぜひこれを買ってもらえればと思います。はい、ユニさん終了でございます。終了した。あ、他にもね、オレリアンベルデとかね、いいのがあった。いや、オレリアンベルデ素晴らしい。あとね、イスラエルのワインもね、いいのがあってね、うん、イスラエルって基本的に高くなりがち。それがね、金額お優しめで出ていたのでおすすめでございますな、あれは。で、さらになんですけども、まあ、今回のクレマンド・ブルゴーニュ、ああいう綺麗な自然派のスパークリングを持ってくるっていうのはさすがでございますね。うん、ああいうの、まあやっぱり自然派のニュアンスもすごく伝わってくるので、自然派好きのあなた、ぜひよかったらお買い求めいただければ。自然派嫌いの人にはもしかしたら難しいかもしれない。そこまでまあきつくはないな。うん、豆らないし、豆ないね。で、臭くもないし、非常に美味しゅうございました。はい、じゃあ次はトヨツですね。何が出るかな、何が出るかな、ちょっと切れてるかな、分かんない。じゃあ行ってきます。はい、チェルキアーレ2015年、下噛みそうだね。4500円ですね。おい、うん、いいですね。これがもう本当にあ、キャンティーだな、ね、キャンティーって感じだね。キャンティーベゼってドライフルーツ系の、もし美味しい、うん、なんかこういうの求めてる人多そう。ちょっとそのタンニーも心地よいというか、バランスいいですね。なんでだっけ、2015ですね。15年か。
ノーリーは、まあ、なんかこうこなれたようなテイストもニュアンスあります、うん、いい感じに落ち着いているようなイメージがいろいろお食事にも合わせやすそうな感じがします。ぜひね、こう肉なんか食いたいね、こういうのがいいですね。はい、ソムリエポイント、ソムリエポイントが 4.5。 いいと思います。素晴らしい。はい、テスト終了でございます。キャンティ名前が偉く長かったですけど、あれは本当にコスパがいいスパインなので、ぜひ飲んでみてください。さあ、テラベル、もう時間が過ぎちゃった。今ちょっとさすがに無理だ。で、今がセミナーですね。シャンパーニュドラピエさんの、セミナーでございます。結構好きなんですよ、ドラピエさん。さあ、どんな名前が出るのかな。では行ってまいります。はい、はい、値段がわからない。値段がわからん。値段がわからない。値段がわからんか。吉田さん、買いこれって売ってないんですよ。売ってない。値段はない。値段はない。値段はない。はい、フランスシャンパーニュですね。ドラピエさんです。はい、ブルトナチュール。これがあのなんと海底に沈めて熟成させたという、うん、すごいね。主なヴィンテージは2010年が基本ヴィンテージのピノワールが 90%。 値段はない。値段は分かりません。ブルットナチュールの値段がいくらだっけ。ブルットナチュールの値段が、2016年ヴィンテージ主体のもので7300円です。7300円。しかしこれ、ね、6年前のやつですかね。そもそもね、6年前で、6年前だから、まあ、そもそも見よし、もうなかなか貴重性が高くなってるから、まあまあまあ余裕でワンワン超えますよな。海に沈める代が多分かかると思う。間違いない。結構かかると思います。でもね、本当にその2016年のものと2010年のものを飲み比べさせてもらったんですけど、うん、普通のピチピチ感がすごい。うまいよね。で、色も濃いんですよ。まあ、そのヴィンテージの製造かもしれないんですけど、うまいです。あ、なんか圧倒的に10年。もちろん熟成したそのまったりとした味わいっていうものはもちろん感じられるんだけど、それよりも、なんかな、こう2010年の、まあ、メインヴィンテージの割にはすごく元気だし、海底の、30メートルぐらいの圧力がちょうど瓶の中の気圧と反発し合ってちょうどいいって言ってましたね。海の底に沈めすぎると、つまり海水の圧力で、コルクの中に海水が入ってくるから塩味のシャンパンになっちゃう。塩味シャンパン。なのでそれをさせないように、今言ってみれば、まあ、海水の圧力と、まあ、瓶の中の圧力がちょうど均衡を求めているところが大体30m から35m、そのあたりだろうと。結構いろいろと実験を繰り返したようで、もう素晴らしいと思います。そこのやっぱ力の注ぎ方がね。はい、ソムリエポイント5.5ですね。あ、そうだね。俺もうちょっと上でもいいかなと思ってたんだけど、5.7。すいません、俺も、うん、でもうまいよ。うまいよ。5.8いきましょうか。僕いかないぐらいで8で、うん、いやこれはうまいワインですね。ぜひね、一度皆さん試して飲んでみてほしいですね。本当に面白いです。面白いです。ただね、手間がかかるね。コスパは良くないと思います。確かに生産コストのコストは高いと思うね。ちょっとお客さんとかには説明しやすいけど、売ってない。でもこれはうまいですね。うまいシャンパンです。うん、ドラピエさんですね。フランスシャンパーニュ。
カルトドールグッドミレジメ、なんと1979年。1979年、まあ、ズカちゃんも生まれてないよ。生まれてないですね。生まれる前ですね。間違いない。間違いない。これはすごい。120本しかない。っていうか、マジで。お値段がちょっと驚きなんですけど、まあ、これはちょっとヴィンテージ代というか、46,000円。高いね。さすがにお高いね。簡単には買ってらんないね。で、品種はムニエが主体で、なんか聞いた話によると70年代はムニエを植えるのが流行ったって。ね、シャンパーニュではムニエが流行った時代です。すごいんだ、きちんとね、酸を保ちつつね、ちょっとボトル酸なのかなっていうふうに思うんだけど、これ最初に飲んでたやつの方がね、酸がね、強かったみたいですね。そうですね、そうか、また違うボトルですもんね。いやー、面白い。掃除で言うのがちょっとシェリーっぽいかも。もう、ちょっとシェリーだね。うん、間違いなくシェリー。間違いなくシェリー。シェリーです。間違いなく古酒っていう感じで、ね、うまいよ。うまいんですよ。でもそう思うとシェリーです。半端なくていいんじゃないですか。もうソムリンの前、まあ、流行りというか、最近はスパークリングワインの中にシェリーを入れて飲むっていう、安い泡とかにシェリーを入れるんですよ。うまくなるんだよね、まさにこういう感じ。皆さんちょっと試してみるのもありだと思います。最近ね、ソムリンね、ブレンドすることに流行ってるからね。3000円ぐらいでちょっと4万6000円の味わいが。そうだね、でもこれは本当に美味しいです。これは素晴らしい、本当に。79年というね、バックヴィンテージがね、ここまでね、はつらつとしたね、味わいというものをね、保ちつつ、で、酸の伸びやか、ちゃんとしっかりと泡も残ってるってことです。うまいね。つい飲んじゃうんですか。そう思っちゃうね。なんかね、なんかもうこれ薬みたいなもんだよね。薬です、風邪薬。風邪薬。なんか元気出ました。ほんと。ロビーボインかなり高いと思います。ロビー高いね。ロビーポイントやめた。ソムリンポイントも高いよ、これは。ソムリンポイント、これはその熟成の感謝も込めて、7.6 はですね。はい。なんか、言い訳じみてたね、なんか。でも本当、でも美味しいんですよ。美味しいです。これに関しては本当に美味しいと思いますので、ぜひ飲んでいただければなというふうに思います。今回はちょっと癖があるから、一般受けはしない。受けはしないんで、あの本当にワインも飲み慣れててバックヴィンテージが好きな人とかで、綺麗な熟成とかっていうのを求めてる人たちがぜひ飲んでいただければ美味しいと思ってもらってます。あの変に出すと絶対にこんな草とは返されるかもしれない。でもこんなうまいワインが分かってない人がたくさん多いので、これは扱いぜひ注意してもらいながら、分かる人にだけ出してもらえればと思います。日本に120本。あ、少ない。素晴らしいです。書いてるんだ、すごいな。書いた人です。ワイン見たら、Konnichiwa. Bonjour, je m'appelle Charline Drapier et je suis la 8e génération du champagne Drapier. On est situé dans le sud de la Champagne et on fait essentiellement des champagnes de pinot noir, dont notamment notre spécialité, c'est le brut nature, zéro dosage. Et nous avons aujourd'hui dégusté une bouteille qui a été immergée sous la mer pendant un an et demi avec tous les petits coquillages pour voir l'effet du vieillissement. Voilà, brut nature, immersion. Merci beaucoup. Merci. Oui, 終了でございます。終了しました。いやー、幸せだね、ズカちゃん。楽しい。楽しい。ね、ちょっと、こういう前のね。もう、飲んだね。ご飯は。全部美味しいもの。うん、全部美味しいから。もう、さすがドラピエさん。79年、79年というのはね、ドラピエがね、こうがっつり美容というか自然派にね、舵を切った年のワインがね、できたっていう。ドラピエはいろいろ先駆け的なことをやってますね。ねえ、いや研究熱心だね。うん、あの人おかしいよね。なんでも？ピ
日の栗 100% のシャンパーニュを出すというわけわかんない、わけわかんない、正直なんだろう、この人おかしいんじゃないかなっていう風なね、今までねなかったような商品をどんどん出したりとかされるということなので、いやーそんなことない、大体ワイン5、6種類なんですけどね、うんうん、トラベルさんのね、ワインのセミナーのね、物量が半端ないっていう。試飲しながら、セミナーが始まる。面白かったね、ほんと。いやー、ソムリンコンのシャンパンに行けるって、もしタイミング合うんだったらぜひ行ってみたい、ドラピエさん。ドラピエさん、場所がまあ、ちょっと変なところにある。微妙な場所になるんだよな。もう、そこを狙っていくしかないっていう。本当に困った場所にあるから。難しいんだけど、なんとかなんとかちょっといつかは現地でいろいろとお届けできればなと思います。はい、では今日はこれで終わりだ、今週はこれで終わりでございますね、やっと今年も終わりだ。あ、来週始めはフィネスさんか、来週フィネス来たよ、フィネス、なんかもうね状態で多分一番いいんじゃないかと。はい、もう国内でももう超状態の良さで定評のあるフィネスさんの試飲会が月曜日にあります、はい、で火曜日はスペインのワイン&フードですね、でその次がガンベロロッソがありますので、もう結構いや、もう結構火水月火水となかなか忙しい感じになりますので、また来週も頑張らさせていただきたいと思います。おい、すごいじゃん、ダメです。